はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、えー、セントケアホールディングスという、えっ、ー、と、介護事業を行っている会社さんを紹介していきたいと思います。こちらの銘柄なんですけども、まあ、ざっくりとバフェットコードの方で経営詞を、えー、みさあのご紹介していきたいんですけども、非常に綺麗なんですね、売上高が右肩上がりで成長しておりまして、かつですね、一株当たりの利益、一、えー、株当たりの純資産、EPS、BPS がともに右肩上がりで、かつ、配当金も連続増配している銘柄っていうところで、周り,りが今1.6%なんですけども、 優待の方もございましてこちらクオ・カードがもらえますと年1回9末にもらえまして500円のクオ・カードがもらえるんですけども3年以上保有の場合は1500円という形で優待、まあの方で人気のクオ・カードというところで3年以上だと1500円という形になりますので、まあ、結構魅力的な銘柄かなと思ってますと。 はい、でこの会社さんなんですけども、やっていることはです、ね、介護事業ではあるんですけども、全国にですね営業所だったりとか施設っていうところを持っておりまして、かつサービス内容も様々ありますと、まあ、訪問介護、訪問入浴、訪問看護、まあ、そして定期循環だったりだとか、あとは福祉用具のレンタル販売、そしてですねデイサービスだとか、ショートステイですね、1泊とか2泊とかステイする、えー、ショートステイサービス、そしてユーロ老人ホームなどですね、さまざ、あ、まなサービスを行っているんです。 けどもこの会社さんの一番の強みのサービスというところはですね、この訪問型になります。訪問介護だったりだとか、まあ、定期循環だったりという形で、まあ、そのお客さんというところが、まあ、家に住んでるんで、そこに行ってからですね、訪問してから介護をしたりだとか、まあ、状況どうですかという形で定期循環するというところのサービスが非常に強みになっています。多くの会社さん、介護系の授業だと、まあ、有料の老人ホームというところを建ててから、そこでですね、お客さんの方ですかね、まあ、高齢者の方を、 あの老人ホームにお呼びしてから、そこであのせ生活のサポートをするというサービスが主になるんですけども、このセントキャーホールディングスというのはですね、訪問系っというところが一番の強みになっておりまして、将来どっちに動くのか分かりません。あの、有料老人ホーム向けのサービスが伸びるのか、訪問系のサービスが伸びるのか、ちょっとどちらかは分からないんですけども、コロナ禍になりまして、結構ですね、この老人ホームというのは集団生活が主になりますので、そういうところよりは、まあ、 個別に、自宅に、えっと、来ていただいて、えっと、介護をしていただくっていうサービスも今後ですね、あの、伸びてくるんじゃないかなと思って、このセントアホール、セントケアホールディングスですかね、注目してますと。で、実際に株価の方も、あの、コロナ禍でですね、一気に伸びまして、まあ、最大5倍ぐらいですかね、1年で5倍ぐらい伸びて、伸びておりまして、結構コロナ禍でも少し注目されている銘柄ではあるんですけども、まあ、今、だらだらと下がっておりまして、まあ、大体高値の半分ぐらいですかね、 1500、まあ、円から1000円なので、ね、3分の2ぐらいですかねぐらいまではあの戻ってきている形になってますが、まあ、PER 水準でいうと13.4倍という形で、まあ、そこまで割高感はない銘、えー、柄かなと思ってます、まあ、さらに今後の、えー、成長性というところも加味しますと右肩上がりで売り上げた方とか EPS も伸びてくることがあの予想がされますので まあ実際に会社としてもどん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 お店の方を全国に転換しますよって言っておりますので、まあ、店が増えたら売り上げも伸びまして売り上げが伸びたら1株当たりの利益というところが伸びますので、えっとまあ、業績自体は味方上がりで推移するのかなというところは思っておりましてうーん結構あの気になっている銘柄ですね。はい <laughs> まあ、今すぐすごく欲しいというわけではないんですけども、まあ、ちょっと今後ウォッチしたいなという銘柄でご紹介させてください。で今回はです、ね、簡単に決算単身というところで、有価証券報告書のです、ねえー、ご紹介だけを、えー、させていただきたいなと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。はい という形で直近の決算ですね、5月14日に出ております。売上高、営業益ともに増収増益という形になっておりまして、昨年はですね、えー、増収したんですけども、減益という形で、ちょっとコロナ禍というところで、いろいろ利益が思ったより伸びなかったっところがあったんですけども、今期は大きく伸ばしておりますね。まあ、やはり訪問、えー、介護等というところは、需要というところはですね、かなりあるかなと思ってまして、えー、それがしっかりとあの数字に表れた結果かなと思ってます。 で、当期純利益の方が14億で、プラスの79%という形で、えー、EPS 水準でいきますと33円から59円という形で約倍ぐらい増えてますね。はい。で、自己資本当期純利益率、ROE と呼ばれるものですけども、こちら一般的に8%以上を超えていれば、企業としては稼ぐ力がしっかりあるよっていう仕様ですけども、こちらも8%を超えてきておりまして 12.、12.8%。で、総資産経常利益率ですかね、ROA と呼ばれる指標ですけども、こちらも11%という形で、かなり稼ぐ力は強い。 かなと思っています、はい、で営業利益率の方が6%という形で会社としても売上高い営業利益率は6%を目指しますよという形で経営目標を立てておりますのでここの水準というところはあの達成してきているというところが、えー、あります。 はい、で連結の財務状況なんですけども、こちらはですね、自己資本比率というところが46.8%で、あまり変わらずという形なので、財務の健全性というところはですね、昨年と同水準かなと思われます。総資産自体はですね、約30億、25億かな、25億ぐらい増えておりますので、まあ、何が増えたかというのは、後ほど見ていきたいと思います。 はい、でキャッシュフローの方うは、まあ、先ほど冒頭で ROE というところで、稼ぐ力は十分ありますよというお話をさせていただいた通り、営業活動によるキャッシュフローというところはですね、22億しっかり稼いでおりまして、その中で投資を行ったり,行ったりだとか、まあ、財務のキャッシュフローの返済ですかね、銀行への返却だとか、株主への配当金の支払いというところが入ってきて、マイナス200万円ですかね。 はい、になってます。まあ、借り入れもかなりやってますので、えー、プラマイゼロぐらいっていうふうに、あのー、判断していただければいいのかなと思います。で、キャッシュストック自体はしっかり営業活動で稼げておりますので、プラスになっておりまして、57億です。で、配当金の方はですね、15円、16円、17円って形で連続増配しておりまして、今が配当成功21%ぐらいで17円になってます。 配当成功と呼ばれるものは、1株当たりの利益のうち、どれだけ配当金を出しますかという指標になっておりまして、77円の21.9%配当金に出しますよというふうに言ってますので、これが17%ですね。で、これが2022年度3月期の通期予想になりますけども、来年度の予想ですが、こちらも顕著に増収増益見込みという形になっておりますので、はい。 まあ、あの懸念はなないいのかなと思いますやはりあのセントキャンホールディングスの方なんですけども、まあ、コロナ禍でもです、ね、あの十分に需要はありますし、まあ、日本としても少子高齢化、まあ、特に高齢化というのは進んでおりますので、まあ、需要は、はいまあ、ある程度増えていくのかなというところで、えー、営業所も増やしておりますので、まあ、単純にお客さんが増えるというところで増収増益になっていくのかなと思ってます。 ではですね、えー、もう少し詳細部分見ていきたいと思いますけども、まあ、経営成績の概要というところはいろいろ文字で書かれておりますが、まあ、現在ですね、都道府県で551箇所ですかね、営業所というところをあの含めておりまして、さ、え、ら、ー、なる地域連携ということを進めてまいりま進めてまいりますという形で、はい、顧客自体の、えー、もどん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 増えていく、えー、見込みですかね、まあ、営業所が増えたらそれだけお客さんもあのたくさん入りますので、<laughs> はい。 そんな感じで。で、主にですね、この介護サービス事業っていうところを行っておりますと。はい。まあ、冒頭でご説明した通り、り、こういう介護系のサービスですかねっていうところを、えー、やってます。はい。で、時期の見,見通しの方もですね、えっと、こちらも増収増益基調になってますって形で、まあ、増収増益見込みっていうふうになっておりますので、まあ、あの、あまり詳細部分は気にしなくてもいいのかなっていう感じですね。まあ、気になる方は見てみてください。 私も保有する場合は絶対にこの時期の見通しとか全部見ますね。あとは、まあ、数字の方ですけども、まあ、いろいろ営業所っていうところがございまして、まあ、お客様向けにサービスを提供しますよっていう、えー、事業の流れですかね。はい。系統図が出ております。 総資産ですけども、自己資本比率自体はそこまで変わりませんでしたが、総資産が、えー、と増えておりますので、その内訳というところを見ていきたいと思います。まず資産合計の方が236億から260億という形で30億円ぐらい増えておりまして、えー、固定資産合計の方が132億から125億で、実は減ってるんですね。はい、知りませんでした、まあ。と言いつつですね、えー、建物および構築物ですかね。 建物というところは増えているので、営業所だったりだとか、まあ、私月ていうところが増えているのが、ここら辺から見て取れるかなと思ってます。で減っているのは無、えー、のれんとか、あと投資の有価証券とかですかね、ここら辺が減っているように見えますね。あと、流動資産の方はですね、104億円から134億円、これが30億円ぐらい増えているんですけども、打ち上げるとしましては現金が増えていたりだとか、売りかけ金ですかね。はいまあ あの取引先から後から入ってくるお金ですねが増えてたりとかする形でこれが30億円ぐらい増えてますよという形になってますと、まあ、営業所もたくさんあの増やしておりますのでそれだけ取引先が増えるっていう形になりますので売りかけ金も増えるのかなっていうイメージですで一方ですねえっと負債の部の方も見ていきますけどもこちらもそうですね、えー、流動負債ってところが10億円ぐらい増えているんですけども内訳として一番増えているのは これかな未払い金っていうところが増えていたりとかしますがまあまあまあ飛ばしますか。で固定負債の方も10億円ぐらい増えておりますけどもこちらは借り入れがちょっと増えているくらいですかね。はい。 で純資産の部、こちらも10億円ぐらい増えてますけども、何が増えたかというと、えー、株主資本合計が10億増えていて、利益と上益金ですかね。まあ、毎年しっかり稼げておりますので、営業活動によるキャッシュフローというところもですね、プラスになっていて、純利益というところもですね、まあ、赤字でなくしっかり黒字になっているので、まあ、その純利益の積み上げというところが乗ってきてますと。はい。まあ、そんな感じのバランスシートでしたので、まあ、 そんななな気になる部分はないですかね自己資本率もそこまで変わってませんし、単純に建物が増えたりだとか、あとは利価金が増えたりとかという形で資産が増えているという状況で、財務の健全性を表す自己資本率はそこまで変わっていないので、まあ、特に懸念事項はございません。 でえー、損益計算書 PL の部分ですけども、こちらもそんなに気になるところはないですが、まあ、受け取りの配当金がちょっと減ってますよっていうところで、まあ、バランスシートの方で投資の有価証券ですかね。えー、っと、これですかね。 この投資の有価証券とかが結構減ってたりしたので、えー、その影響で配当金というところが減ったのかなっていうところにはなりますけども、まあ営業利益に比べて、この受け取りの配当金というところはそんなに大きな金額ではないので、営業利益こんだけありますので、まああまり気にしなくてもいいと思います。はい。私はちょっと気になっただけなんですけども、まあ、100分の1程度であるので、まあ全然気にしなくていいですね。はい。まあ営業利益というところはしっかりプラスになっていますよと。はい。 あと、販管費が、売上高が伸びているにもかかわらず、販管費が減っているというところは個人的に大きいですね。あの定性的な説明の方にも書かれてあったんですけども、あのリモート会議とかっていうところで、まあ、たくさん営業所が全国に散らばってるんで、多分いちいちどこかに集合してたんですかね、本社とかに集合して会議とかしてたのかもしれませんけども、まあ、そこの費用っていうところが大きく減ったっていう形で、販管費が減ってますよっていうのが書かれてました。 はいまあ、リモート会議等を推進し、半感員の削減に努めましたって書かれてありましたので、まあ、そういうことがあったのかなってところで、結構この半感費があの大きく減ったってところは、えー、ポイントとしては大きいのかなと思います。はい、そんな感じですかね。はい、まあ、あと投資の有価証、有価証券の評価損っていう形で、まあ、特別損失とかも結構出してたりもしますけども、まあまあまあ。 純利益も伸びてますし、営業利益も伸びてるのでいいかなっていう感じですかね。はい。で、キャッシュフローの方は内訳さまざま書かれてありますけども、まあ、特に気に,しなあの気になるところはございませんでしたので割愛いたします。はい。ま有形公的資産という形で10億円ぐらいですかね。昨年は18億ですけども、毎年しっかりとですね、営業所だったりとか施設っていうところを全国に展開しているっていうところがこの数字から見て取れるなっていう感じです。はい。 あとはですね、有価証券報告書ですけども、私がよくいつも見ているポイントとしましては、まあ、過去のキャッシュフローの動きだったりとか、あと過去の株価収益率、PER ですかね、というところを見てたりしますと。 はいまあ、昨年、ですね結構株価が上がりましたので PR が21倍というところになってますけどもコロナ前まではですね大体11倍から15倍という形になっておりまして今は、ね、PR13.4 倍という形で大体あのコロナ前と同じぐらいの水準まで PR というのが戻ってきてますと、まあ、ですので個人的にはですね今、株価は下落基調なんですけども、まあ、これよりも大きく下落するようであればうんと業績を見てみても今、あの 売上高、利益ともに右肩上がりに成長しておりますので、これ以上株価が減るようだったら割安かなというのが感触ですかね。はい。まあ、株価収益率はたい平均でいうと13倍くらいかなというところですと。はい、で、自己資本比率ですかね。まあ、財務の健全性を表すようというところもですね、まああの、この5年で全然悪化してなくて、なんなら良くなってきているというところで、 はい、ここら辺も健全性も問題ないかなと思ってます、はい、でしっかりとキャッシュフローもプラスですし、はいまあ、従業員数というところは全国にですねお店,をあのお店というかあの施設ですかねというところをですね増やしておりますので営業所施設というところを増やしておりますので従業員数も右肩上がりに推移しています,、はいあ,とはですね、あとはそんなに気になるところなかったんですけど、ね、配当政策も あの特に何も記あの書かれてませんでした。はい。まあ、配当成功何パーセントにしますよってところは書かれてなかったりしたので、あとは気になるところはないですかね。はい。あと、補足決算の補足説明資料ってところも出ているんですけども、<laughs> うん。まあ、 え効率化への対応というところで、まあ、リモート環境の推進というところで、これが半感費をですね、押し下げた一番の要因になっているかなと思ってます。はい、で、えっ、ー、と、サービスの訪問系のサービスというところも綺麗な右肩上がりで推移しておりまして、まあ、今後もここら辺伸びるのかなと思ってます。で、施設系の方もですね、えっ、ー、と、老人ホームだったりだとか、デイサービスというところで、えー、こちらも売上高自体は右肩上がりで増えておりまして、利益もです、ね、しっかり増えているので、まあ、今後に期待というところですかね。 でちなみに株主還元と財務状況というところも出てますけども、まあ、これ有価証券報告書と全く同じデータなので、あまりまあこれを見ても意味はないんですが、一株当たりの投機純利益 EPS ですかね、こちらも右肩上がりすぎで、えー、純資産 BPS というところも右肩上がりすぎというところになりますので、まあ、財務の方も本当に問題がないというところで、 はいまあ、業績自体も右肩上がりの銘柄。そして配当金も連続増配基調。そして、えっと、優待の方が1500円というところで、まあ、株価も今下落はしてるんですけども、まあ、キャピタルもですね、えっと、取得タイミングによっては狙える銘柄で、まあ、かつですね、まあ、優待だったりだとか配当金というところもですね、まあ、あの、もらえる銘柄というところで今回ご紹介させていただきました。まあ、将来ですね、えっと、あの需要というのは絶対にここ伸びてくると思うので、 うーん絶対って言ったらいけないですね。まあ、あの、高い確率で伸びるのかなっていうのは想定しておりまして、まあ、さらにコロナ禍っていうところで、まあ、法人、法人訪問系の介護サービスですかね。だったりとか、巡回サービスっていうところはですね、より需要が伸びてくるのかなと思ってますので、えー、ちょっとウォッチしてみたいなと思ってます。はい。最後に、優待利回りだけ計算してみますか。配当金が今17円で、 優待の方がですね、高カード500円ではあるんですけども、まあ、ちょっと3年以上増えの1500円のパターンで今回り計算してみますね。100株で1500円ですので、1株が15円になりますと。で、一方、えっと、配当金の方は17円になりますので、優待の15プラス、えー、17になると、17で、今株価がですね、1041になりますので、 で、これを計算すると、まあ3%くらいですかね。3年後を見越して3%パー。で、多分3年後は配当金20円になるので、1年ずつ増えていくっていうふうに考えると。まあ過去1年、1円ずつ増えているので、まあ20円になるっていうふうに考えると3.3%くらいの、まあ総合利回りですかね。3年後で。まあっていうところで、 うんまあ、高配当、まあ、利回りが高いといえば高いんですけども、まあ、どちらかというとキャピタルゲインを狙っていく銘柄になるかもしれませんね。まあ、業績が結構良くてですね、売上高成長率というところも一定のだいたい5%ぐらいであの伸びている銘柄になるので、はい、まあちょっとウォッチしてみてはいかがでしょうかという形で、えー、本日、セントキアホールディングスでした。以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。